ジリシ耐久選手試合60分一本勝負を行います。ワンコーナー挑戦者チーム230ポンド杉浦隆。今日の主役もこの俺だ、杉浦隆。225ポンド高山よしひろ、帝王完全復活ののろしか高山よしひろ。ワンコーナー自立新宅チャンピオンチーム300ポンド生きよう武志、手にしたベルトそうやすやすとは手放さない生きよう武志。250ポンド秋山純、二度続けて負けるわけにはいかない秋山純。第14代王者秋山純、力王武志の初防衛戦となりました。その防衛戦の相手がベルトを取ったそのリング上で名前を挙げた高山義弘、そしてそのパートナーは自ら名乗りを挙げた杉浦隆。恐れ知らずの挑戦者が今王者組の目の前に立ちました。日本武道館騒然とした雰囲気に包まれています。4人は一歩も動きません。王者はどうするか。さあ、そして青コーナーはまずは高山、赤コーナーは力男が出る。GAC タッグ選手権、まずは2人がぶつかり合った。力男と高山、譲らない2人。まだ倒れない、場内がどよめく。幾度となくその体をぶつけ合う。ハイキックかわした、力男ぶちかましていった。この勝負は力男か、いや高山負けてはいない。飛んでいった、高山義弘が飛んでいった。組み合った、なぎ倒していくのは力男。まだ高山が行く。まるでその角界出身の力男を知ってか、押し込んでいったのは高山義弘。ロープを背にする力男武志、まるで相撲、そう日本武道館、緑のマットで大相撲が繰り広げられているようだ。エルボーからグランドの体勢に持っていったのは高山義弘です。さあ、この放送の解説は桃田光雄選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桃田さん、はい、まずはもう肉体と肉体のぶつかり合い、相撲のようになりましたね。やっぱりあの、まあ、今のプロレス界を、ね、背負う大きい2人がですね、もうやっぱりものすごい音でしたね。技だけでは語れないといったね、迫力がありました。あのタックル、お互いに倒れないでいくっていうのはもう本当にバシーンっていう音がね、このリングサイドに本当に響いてきましたんで、日本武道館がそれだけで沸きましたからね、はい。さあ、両チームタッチを交わして、王者チームは秋山、そして挑戦者チームは杉浦隆ということになりました。レスリングの下地があるこの両者、バックを取ったのは白いタイツの秋山、いや取り返していくか。陸上自衛隊でレスリングを鳴らしましたこの杉浦隆。秋山をロープに追い込んだ、クリーンにブレイクはしない、ミドルキック、その秋山の分厚い胸板に何度も打っていった。しかし秋山も負けてはいない。場内がまたまたどよめいている。足を捉えた秋山、そのまま投げ捨てていきました。ハイキック、膝をついたのは杉浦です。この両者も技ではなく肉体のぶつかり合い、そうですね。エルボーの打ち合いになっている。まだ譲らない、まだ譲らない。場内からはこのエルボーの音に負けないような拍手が起こりました。モロダさん、何発打ち合いましたかね。ちょっと数えきれないくらいですけどね、これだけ、まあ、2人の要するに前向きな気持ちが、ね、出てるんだろうと思うんですけど、この打撃系の技っていうのはもちろんダメージもありますけど、はい、やる方もスタミナものすごいロックするんですよね。なるほど、この序盤でお互いに負けたくないという気持ちですかね。そういう気持ちがものすごい強いんですよね。さあ、秋山ふらついた、ハイキックダウンしたのは杉浦、競り勝ったのは秋山。さあ、秋山が杉浦を場外に投げ捨てた、うん、これは追っていくが杉浦が戻った。ロープを挟んでの攻防、秋山場外、この辺り素早さ見せたが、あっと今度は高山だ。もうここまでは、あっと今
いやいや、ローテープですね。鉄柵攻撃放送席、鉄柵を乗り越えました。秋山の巨体がその机の上に投げ出されました。高山が秋山をリングに送る。そのリング上には杉浦隆が待っていました。第14代王者秋山力雄組の初防衛戦ということになりました。今シリーズの開幕戦 4.1 後楽園でベルトを奪取、そしてそのリング上インタビューで、まあ、挑戦者に高山という名前をもうすでに、ね、指名したというこの王者組です。そしてその高山のパートナーとして手を挙げたのが杉浦隆でした。まあ、なんといっても衝撃だったのが 4.14 の広島大会、秋山塩崎組対高山杉浦組の一戦で杉浦が秋山からピンフォールを取ったんですよね。そうですね、まあ、要するにそれで、まあ、やっぱり杉浦選手がもう当然挑戦権を得たという感じに見えますよね、はい。まあ、それだけやっぱり杉浦選手がヘビーとしてジュニアからヘビーに転向してヘビーでも十分やっていけるという実証された試合でしたよね。この4人の中で唯一 100kg を切っているのがこの杉浦隆、はい、ですからそのパワーの差というのは感じませんよね。そうですね、まあ、あのジュニアの中ではやっぱり彼も本当にずば抜けてパワーのある選手ではありますからね、はい。さあ杉浦から高山にタッチが交わされました。そしてこの杉浦が秋山からピンフォールを取りましたが、高山でさえ秋山からピンフォールを取ったことがないという、それがすごいですよね、またある意味まあ、秋山選手は、ね、その杉浦選手に取られたということでものすごいプライドを傷つけられるって部分もあるでしょうし、はい、杉浦選手はそれがものすごい自信になってますでしょうしね。高山もその試合後にもうすぐに杉浦しかパートナーはいないと、まあそうですね、公言をしました。さあ試合時間は5分を経過しました。この GHC タッグ選手権です。そしてこの高山義弘ですが脳梗塞での長期欠場がありまして、王座決定トーナメントはありましたが今回初めての GHC タイトル挑戦ということになりました。まあ、秋山というとその GHC ヘビー級のベルト前だ、失礼、高山といいますとヘビー級のベルト前だことありますからね、はい、はい、そうですね。もう彼がやっぱり病気に打ち勝ってですね、ここまで、はい、要するに復帰してくるっていうかね、これはやっぱり彼の精神力もあると思いますけど、まあ、やっぱり恵まれた体っていうこともあると思いますよね。そういったところで、まあ、機は熟したということで秋山が高山の名前を挙げたと、はい、そういうことも語っています。リング上は力雄とそして金髪この高山義弘に試合の権利が移されています。膝で顔面を打ってきました。そしてこの高山というと強烈な蹴り、重いですね、蹴り一発で力雄がダウンしました。今もちょっと水落ちあたりに入ってるような感じしますよね。ああ、そして顔面低空のドロップキック。高山が力雄を場外に、場外では杉浦が待っている。鉄柵攻撃だ。そしてこの杉浦はちょっと王者組力雄がパッとしないんじゃないかということも言っていました。まあ、この力雄といいますとその 4.14 の広島大会で目の前で起こった秋山の敗北が衝撃的すぎて言葉を失ってしまったという力雄です。いやだけど今のカウンターで効いてますね。入りましたか、はい、先ほどのその溝落ちのあたりへのキック、今のカウンターへのハイキック、力雄の動きが止まったか。高山カバーに入る。カウント2つでなんとか返しました力雄たけしです。この力雄は第7代 GHC ヘビー級の王者でもありました。今回の王者組というのは秋山力雄ともに GHC ヘビーのベルトを巻いたという強力な王者ですよね。そういうことですよね、やっぱりシングルのヘビーを巻いた2人がタッグ王者になってるっていうのがすごいですよね、はいはい。桃田さんからするとこの2人の強さ、はい、どう分析されますか。いや、まあ、要するにもうシングルで王座を取ったということは彼ら2人はものすごい自信それだけで持ってますからね、あとはやっぱりタッグっていうのはシングルと基礎違うことってのはこの今高山杉浦組がやってるように、はい、コンビネーションがどこまで出せるか、なるほど、そこら辺が一番のポイントになると思いますんで、
シングルとはまたね違ったやっぱりその駆け引きがあると思いますけどね。秋山力夫というのは1000シリーズから徐々に組み始めましたが、はい、対する挑戦者高山杉浦というのはかなり昔から組んでますからね。かなりやっぱりあのタッグ経験が2人とあの2人は豊富ですからね、はい、お互いにやっぱりあの気持ちが通じ合っている部分があるんで、あのパートナーシップとしたらやっぱり挑戦者の方があるんじゃないかなという気はしないでもないですよね。なるほど、エルボー見舞っていきます秋山です。挑戦者おっとエルボー放っているんですが離しませんね杉浦は。いやこれね逆にあの力夫選手にものすごいダメージがいくんですよね。あなるほど、さあそして逆に秋山をなぎ倒していったのは杉浦。まあ今日も主役は僕が取っていきますよと語っていた杉浦ですが、体格の差は確かにあるかもしれません。このパワーファイトラリアットショートレンジ、力夫が杉浦をなぎ倒した。さあ力夫が杉浦を場外花道だ。秋山が待っている。高山力夫花道は秋山と杉浦 DDT 固い花道に打ち付けていった。さあそして秋山が助走を取る、助走を取る。 15m はあるか。加速がついた。スピードエネルギーザンビクリー顔面にヒットしてました。顔面の頬骨あたりに行ってますよね。さあそして秋山が何か狙ってますよ。あーと花道から鉄柵ギロチンを見舞っていきました。これは強烈ですね。高さもあります。そして喉のあたりでしょうかね。ちょっと正確には見えなかったですけど完全に入ってるのは見えましたよね。試合時間は10分を経過しました。 G1 タッグ選手権第14代王者秋山力夫組、挑戦者は高山杉浦組ですが、杉浦の動きが止まったか、あの首あるいは胸のあたりを打ち付けるというのはどうなんでしょう。いやいや完全に呼吸がやっぱり苦しくなりますんでね。やっぱりさ杉浦の動きがやはり抑えてますね。胸抑えてますね。苦しくなったか。リング上の力夫がカバーに入る。2つで返しますがそこから立ち上がることができません。苦悶の表情を浮かべている挑戦者。呼吸がやっぱり苦しくなるというのは当然スタミナをロスしますんでね、序盤の打ち合いもありましたしね、ダメージスタミナこのあたりはどうか。さあベアハックから力夫が杉浦を捉えた。そのまま赤コーナー打ちつけていきました。タッチワークをうまく使うようになったのは太田組。力夫から秋山にタッチが交わされます。さあ王者としてはこの1シリーズしか戦っていない王者組ですが、この辺りの連携というのはいかがでしょう。今のところはあの決して悪くはないですよね。ジャンピングにカウンターかわした。あーっとスピアに行くところ顔面カウンター。今杉浦はスピアに狙っているというところでしょうね。行こうとしたところをもう完全にカウンターで逆に膝が入ってきましたよね。はい、高山のカットが間に合いました。杉浦の上半身が前傾したところで顔面に秋山の膝直撃しました。さあ杉浦がうつ伏せの状態です。これあ大丈夫ですね。まだ動けますよね。大丈夫ですか。だけど今のでかなり効いてるのは間違いないですね。これ危ないですね。これもね。さあそしてダブルでのブレンバスター速度そして重さがある。たまに入る杉浦意識はあるか。返しました。間髪入れず。このダメージがある杉浦に対して力夫がこの攻撃です。そうだこれあのさっき杉浦選手が外のフェンスに胸を打ってますよね、はい、余計やっぱりダメージが効いてきますよね。首胸のあたり。そうですね、あの背中ももちろん背骨もそうなんですけど胸にも当然効きますんでね。杉浦の動きが止まりました。高山としてはここでなんとかタッチを交わしたいというところですが、さあ杉浦が力夫にエルボーを放っていく。力夫も応じる。張っていった。張り返す力夫。この張り手合戦になると大相撲出身の力夫に分があったか。前のめりで倒れていきました杉浦。秋山からのピンホールを奪いました。今日も秋山そして力夫から自分の手でピンホールを取りたいと語っていた杉浦です。まあ、あの杉浦選手とすればやっぱりね
秋山選手からもう一度取りたいっていう気持ちは強いでしょうね。より自信につながりますんでね、はい、そして今ヘビー戦線で戦っていこうとしている杉浦に対してこのヘビーのタックのベルトはどうしても欲しいでしょうからね。いや当然だと思いますね。やっぱりジャンピングにこれは高山のカットが入りました。さあ高山と力尾だ、抑えた。さあそして同締めフロントネックロックに移行した。この攻撃は今の杉浦にとってどうですか。いや強烈ですね。呼吸そしてスタミナをロスしていく。あ完全に高山が力尾に分断されました。リングの中央杉浦の動きが止まった。高山は力尾に分断されている。同締めフロントネックロック。さあ杉浦意識はあるか。左肩を上げました。よく意識が戻りましたね。そうですね。あれを返すってのこと自体にやっぱり杉浦選手のこの試合にかけるね、気持ちが伝わってきますよね。しかしなかなか高山にタッチを倒すことはできませんが、倒れません。秋山のこのストッピングエルボー対角線に振ってきた。ジャンピングに返した。自らの力でピンチを打開しました杉浦隆。そして今タッチをかわした。高山ハイキック力尾にも。さあこれまでの分を秋山にお返ししていこうという高山、ジャンピングに、そしてそのままぶっこ抜いていったダブルアーム。腕意識ですよ。腕意識ですね。これは力尾のカットが間に合いました。いや高山のあの大きな体で腕意識というのも、いや効きますね。やっぱり当然あの腹の部分に当たりますね。体が大きいんでそれが余計塞ぎ方になりますんでね。なるほど、腕が曲がる角度がきつくなるわけですね、はい、よりきつくなるということですね。さあそしてエベレス・ジャーマンか。足を取られたドラゴンスクリュー。高山の巨体が駒のように回りました。試合時間は15分経過。秋山から力尾へ。力尾が高山を捉えた。打ちかましていく。距離を取った。ロープの反動、おっと全体重を預けました。125キロ。カウント2つで返したのは高山。力尾武史久々にそのベルトを腰に巻きました。初の防衛戦でベルトを失いたくはない。またもやエルボーが背になった。ハイキック足を捉えてそのままキャプチュー。高山の大きな体、ショートレンジのラリアット。3つは響きません。この日本武道館125キロある高山を軽々と投げていきました力尾武史。この辺りがヘビー級力尾の持つ力ですね。腕を取り返した。張っていく。あハイキック側頭部か。両者ダブルノックダウン。一発一発の重みがある両者。さあそして力尾から秋山に、高山から杉浦に、ハイキックニュートラルコーナー。あと顔面串刺し。ラリアットかわして杉浦何を見せるか。突き刺していったスピア。おたけびを上げる日本武道館。杉浦がダウンしません。すごいですね。おう秋山と、さあセカンドロープから飛んでいったジャンピングニーをそのまま返していきました杉浦。もう完全にキャッチしましたね。99キロジャーマン投げっぱなし。高山力尾、そして顔面にジャンピングニーを放っていった。カウント2つ。またもや秋山からピンフォールを取れるか。さあリングドアンクルホールドに入った。アンクルホールド。力尾は場外、力尾は場外。ロープには距離がある秋山。サードロープを触ったが引き離していく。さあこのまま秋山からギブアップを取れるか。力尾のカットが間に合いました。あしかしまだ離しません。力尾の巨体もなぎ倒し
した杉浦、この男のどこにそれだけ力が秘められているのか。杉浦から高山にタッチが交わされました。この大きな体でドロップキック、そしてニーリフトを見舞っていった。前のめりに倒れた秋山、さあその秋山に顔面、日本武道館騒然、カウント2つ。今の膝、いやーすごいですね今。あ、秋山の本当に、いや目開いてますけど、かなりそうですね、もううつろになってます、うつろになってますね、もう完全にカウンターで入ってましたんでね今。さあ力雄がロンバトルだ、合体技を見せた。これこそが長年培ったパートナーシップ。さあ初防衛を許さず、高山杉浦がベルトを取るのか。秋山を捉えます挑戦者組、エルボーで反撃は秋山、しかし両者倒れない。あっと手下げに一発動きを止めたローリングソバット、ニーリフト、このまま秋山を沈めるか、沈めるか、杉浦と高山の合体ニーリフト、ベルトは移動、まだしない、まだしない。広島ではこの技で沈められた秋山、しかしリング上では高山が秋山を沈める、そう宣言しました。エベレストジャーマンスープレックス、カットマンやった、完璧なジャーマンでした。いや入ってましたね綺麗に。これは力雄のカットが間に合った。今度は力雄と高山張り手一発、膝をついた、そう高山にジャンピングに、そして秋山から力雄、さあ GEC タッグ、20分を経過した。テイクラリアット放っていった、カウント2つ、過労して体を上げました。4人が4人、ものすごいダメージを体に溜めている。3発あって、足で迎撃高山、ショートレンジのラリアット倒れない、ハイキック、まだ倒れない高山、すごいですね、まだ倒れない、力雄倒れない、ニーリフト、マットに沈んだ。高山から杉浦、今日の主役はやはりこの男なのか。杉浦が距離を取った、スピアー、力雄の巨体が吹っ飛んだ。ジュニア、そしてジュニアタックのベルトを巻いたヘビー級のベルトを初めて巻くことができるか、杉浦隆、力雄水車落とし、カバーに入る、カウント2つ、さあもうベルトは目前だ。杉浦が今日本武道館、その天井を仰ぎ見た、力雄を持ち上げた、場内からはどよめきが起こりました。すごいですね、力雄を取った、スピア、うん、これをこらえた、力雄がこらえた、そして張り手一戦、喉は落とし、マットの中央、高山を秋山が分断、リング上大の字になりました。もう誰が取ってもおかしくない状態。いや本当にヘビーの凄さをもう全て見せ尽くしてるって感じですよね。パワー、力、肉体、男の持つ全ての魅力をこのリング上で出し切ったか。ショートレンジ、カットは間に合わない、3つ入りません、入りません。杉浦はまだ負けない、高山は場外、今日の主役は杉浦なのか、王者組初防衛なるのか。ラリアットから崩れ落ちた、そこに秋山の膝、しかし立ち上がる、立ち上がりました杉浦。この男のスタミナ、打ち取った、ハイキックかわした、そして力雄にぶつけた、2人を1人抱いて高山も入ってきた、2リフトでお見合い、さあ杉浦が力雄からピンを取るか、ベルトを手にするか、最強と呼ばれた王者秋山力雄組からベルト
奪えるのか、ニキオジャーマンスープレックス、カウント2つ、これは杉浦が自ら外しました、自ら外して、いや、これも自ら外してきました、カバー3つ、これも入りません。今ね、フルネルさんは入ったんですけど、はい、あまりにも入り方が良すぎて、ヒップが外れてしまったんですよね。なるほど。さあ、場内からは杉浦の大コールだ。秋山は場外、オリンピック予選スラム in 日本武道館、カウント2つ、なぜ決まらない、誰も知らないその理由、ならばもう見せるしかないか。杉浦が力をニュートラルコーナー、高山そして秋山は場外、杉浦が力を捉える、秋山がその背後から忍び寄っている。さあ高山も立ち上がった、その前にフランケンシュタイナー、飛んできた125キロ、秋山のカットン間に合った。もうどのチームが誰なのか、そんなことは関係ない、ブルネルソン張手一発バックを取った、ブルネルソン返し投げっぱなし、場内は拍手の渦、包まれました日本武道館、これこそがプロレス。これはもう結果がどうなのか想像がつかないですよね。日本武道館を今日襲った春の嵐、そのような大きな音の渦がリングを包んでいます。立ち上がった王者組、力尾が杉浦を捉え、その先には秋山が待っている、膝が待っている、そして力尾が張り手から捉えてエクスプロイダー、しかまし、カバーに入る、3つは効かない、3つは効かない、効かくない、25分間歓声が鳴り止みません。この日本武道館リングの上には力尾とそして杉浦隆、捉えたか、高角度投げっぱなしのパワーボム、高山は間に合った、もう3つのカウントが入ることはないのか、誰がその3つのカウントを聞くことになるのか。力尾が杉浦を捉える、高山と秋山はリングの下、さあこの戦いに終止符が打たれるのか、張り合った、張り合った、自らの手で編み出したこのように2つとないその技で、杉浦お前はよく戦った、無双、聞きたくない、3つ目のカウントが日本武道館にこだましました。第14代王者初防衛成功、秋山力尾組がベルトを守り切りました。しかし桃田さん、はい、何でしょう、この日本武道館から送られる声援は勝者敗者関係なく注がれているような気がします。そうですね、もう
これは言葉ではいらないですよね。もう見ていただくことが一番、みんな4人ともはもう目いっぱい頑張ったっていうのがよくあのお客さんも一番感じられてるんじゃないですかね。勝ち負けじゃないと思いますよ、もうここまでくればね。プロレス、そしてヘビー級の凄さというのが、はい、このリングの中にありましたね。本当にヘビーの凄さが見えましたよね、ベルトは王者秋山力雄組の元に戻りましたが、場内からは杉浦、その名前が多く聞かれます。ああ、そして勝って涙を流したいと言っていた杉浦、今その眼にあるのは悔しさか。今勝者と敗者、王者と挑戦者ががっちりと握手を交わしました。この日本武道館のど真ん中のマットです。27分10秒、